ここへ。天蔵は？崖だよ。大事な話をしてる。泣き言吐いてる場合か。身を守りたいなら鍛錬しろ。一番の守りは猛虎どもに近寄らない。嘘ばかり言いやがって。決して嘘は言わない。いつまで待たせる気だ。駅ある話を聞き出せたかもしれん。あまりせいて殺すな。十分聞いた。嘘ばかりとは何を聞いた？気にすんな。それより補給船だ。船はひそやかに奪うと仲間に伝えろ。損傷した船では戦船に近づく前に偽り者だと見破られる。おい、そう怖い顔すんな。傷一つつけずに乗っ取ってやるよ。少し休め。船が来るまでな。来たぞ。まず小舟を奪い、それから補給船を借りよう。霧も味方になる。姿を見られることもなくなるだろう。出立だ。そろそろ毒は消えたか。触りにはならんぞ。それを知りたいのか。違う、幻を見ると言ったな。忘れたい過去のな。帰り地で自慢の袴が汚れたとか。それも忘れたいなあ。お侍様、あんたにとって一番悪しきことは何だった？共に戦場に立った父上の死。すまねえ。お主が知る由もないことだ。いつも通りだ。ちゃっと殺せ。先制だ。急げ、気づかれてしまうぞ。霧が晴れたら俺たちだと悟られる。大筒だ！桜のどこかに身を隠せ！下がれ！
ならん。俺が兵器を破壊してこよう。コッパにされるだけだぞ。行ってこい。侍の力量を見せてみろ。てめえら逃げろ。正体は知られておる。海賊の罠に飛び込むか。幻め。己が死んだ時、海賊は父を殺す前に発した言葉を告げるだろうか。何であったかの。知っておるだろう。忘れたか。お前は死ぬのが衆生のためだ。黙れ。子供に手を貸すとはな。父を救えなかったのは弱さゆえか。俺の咎ではない。
随分と遅いから死んだかと思った。休ませてやろうと思っただけだ。お優しいね。何を言いたい。仲間になったのかと思ったが切り合いたいようにも見えるぞ。やることがあるだろう。後にしてくれ。では後ほど話そう。行く手は猛虎の戦船。俺たちの策が見抜かれないよう祈っとけ。祈りだけでは足りん。戦船が見えたら立ちどころに隠れろ。空の船ならそりゃ怪しまれないよな。大筒を撃たれることなく戦船に近づけるはず。船で猛虎を待つぞ。そいつらを倒して全ての火薬に火をつければ戦船は木図になるか。口だけじゃないといいがな。思ったよりでかいな。見つかるぞ。今やるしかねえ。まだだ。待て。かかれ。猛虎兵は海に叩き落としてやれ。Ha!
客だ。グズグズするな。急げ。オーク相手に一生報いてやったぞ。次は息を取り戻す。そしていつかこの因果を断つ。よくやったな。負荷も喜ぶことだろう。いや、俺たち生きがを剥がされる。どういうことだ。知りたいか、堺陣。この名を一度叫ぶだけで隠れ家の連中は列をなしてあんたをなぶり殺しに来るぞ。やってみろ。俺は身を守るのみ。これこそ大鷹の狙い。我らが手を結べば大敵となる。共討ちさせようとしているのだ。嘘だね。誰に聞かされた。拷問した猛虎兵か。全て大鷹の思惑だ。侍なんぞを信じちまったばっかりに。俺はここで育った。ここで泳ぎを覚えて、ここの家を山ほど建てた。妻を笑かそうとして落ちて腕を折ったこともあった。嫁は昔な。腹のこと死んじまって深と一緒に埋めた。ここは故郷。こいつらは家族だ。だけどあの人きりの息子を連れたことを知られたら、きっと誰も許しちゃくれない。切られてカニの飯になる。秘密にすればよい。我ら二人だけの。そうするしかないな。今日のことは猛虎にとって痛で、手を結べば息を救えるのだ。ここでくじけてはならん。その口ぶり、まさに侍だ。俺はこれから深に会ってくる。後で寄れ。きっと礼を言いたいはずだからな。どうであろうな。抜かるなよ。口を滑らすな。あんたも槍川の陣。試合場が待ってるぞ。力試しをしないか。刀比べは誰でも迎え入れる。かような時に力試しだと。かような時だからこそ楽しみがいるんだろう。それに木刀で戦うから怪我もしない。大義がなくては争わんぞ。大義ねえ。褒美なら出してやろう。勝てればの話だが。さあどうする。勝負はいつでも始められるぞ。稽古をするのも悪くはないかもな。腰の太刀に敬意を表してお前をこう呼ぼう。一刀と。いいか、参加する奴らは皆それぞれ型が違う。強みも弱みもな。さあ早く選べ。皆待ちわびてるぞ。戦いの中にこそ安らぎがある。かようなところに僧がいると。これも修行の一つだ。自暴が海賊に襲われた折、私は鉢で奴らを殺めてしまった。不摂生の会を破ったか。ああ、しかし悟りに近づけた気がした。戦ってくれ。あの光をまた見たい。一刀と王安の勝負。光栄の極み。
刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは破壊層王腕、殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。待て、離れろ。一刀に1点。始め。分かれ。後ろへ。一刀に1点。始め。ダメ。双方下がれ。王腕に1点。一刀に1点。始め。願いがあるんだよ。あたしに勝たせてくれ。子供が9人もいて、夫が病なんだ。褒美が欲しい。これが生業では。油売りだよ。みんな仕事だったからね。戦いに慣れてるだけ。頼むよ。8人の子が腹を空かせて待ってるんだ。9人だと聞いたが気づかれたか。じゃ、あんたを潰すしかないね。一刀と竹の勝負。私に従えばよかったのに。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは死の秋人竹。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。始め。下がれ。竹に一点。始め。待て、離れろ。竹に一点。始め。分かれ。後ろへ。竹に一点。始め。始め。勝ったのは竹。6人の子供たちが喜ぶよ。また勝負したいの？鉄の刀か。腕が足りん証だ。太刀は戦にのみ使う。お主には木刀で十分。木刀で人を突き殺したことがある。13の頃だったな。それは自慢なのか。それ以来大勢を倒してきた。過去は聞き飽きた。今の力を示せ。一刀と貝の勝負。突き殺してやるよ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀、対するは荒くれの海賊、海。殴っても蹴っても許される。
先に5点取った方が勝利だ。はじめ。分かれ。後ろへ一頭に1点。はじめ。待て。離れろ。一頭に1点。はじめ。やめ。双方下がれ。一頭に一点。はじめ。分かれ。後ろへ一頭に一点。はじめ。勝ったのは一頭。運が良かったな。また勝負したいの？はじめ。離れろ。一頭に一点。はじめ。分かれ。後ろへ一頭に一点。はじめ。やめ。双方下がれ。一頭に一点。はじめ。あいつを見てるようだ。誰かに似ておるか。息子だ。もし生きていればあんたほどの年だ。身内を失う辛さはよくわかる。息では普通さ。息子と釣りをしてたら賊に襲われてな。なんとか釣り竿で懲らしめたが、海は血の赤で染まってた。その色がとても綺麗でな。怒りと悔いをここで晴らしたいようだな。あんたも同じだろう。だが勝つのはどちらかだ。一刀とミサオの勝負。血の色を見せろ。刀比べの始まりだ。まずはこいつ一刀。対するは赤き漁師ミサオ。殴っても蹴っても許される。先に5点取った方が勝利だ。はじめ。待て。離れろ。一刀に一点。はじめ。分かれ。後ろへ一刀に一点。は
始め。やめ、双方下がれ。イサオに一点。始め。始め。やめ。双方下がれ。一刀に一点。始め。息子と戦ったかのようだ。これが終わったら東の岩場に来てくれ。そこで赤い染め物を売ってるんだ。剣の達人にふさわしい色さ。一刀、あっぱれだ。腕があるとは思ってたが、ミサオを倒すと負荷が認めたのも頷ける。褒美を忘れるな。忘れちゃないさ。一刀、よくやったな。長田湖の野営に近づくんじゃないよ。猛虎に奪われちまった。美濃は無事か。まあね。その代わりお坊様が連れてかれたけど、でもあのお方がいなけりゃどうせのたれ死ぬ。御坊が生きておればここへ連れてまいろう。しばし待っておれ。その鎧、よもや唾で磨いてないだろうね。どれを整えるのさ。大事にしな。渾身の出来だよ。きっと生きてまた戻っておいで。
船座の津の近くには船の残片で作られた集落があるそうだ。覚えておこう。人が住んでおるのか。ああ、酒井の襲来について語るやつもいるらしい。酒井の襲来だと。ぜひ聞いてみたいものだな。あっぱれだ。あんたに礼を言うことになるとはね。よく船を沈めた。それが礼か。得意になるな。ようやく船を沖に出せる。どうしても対馬に帰りたいってんなら止めはしない。あと数日で息の民は毒の餌食となるか猛虎に下る。もし息が落ちれば次は対馬だ。よくわかった、槍川の陣。それじゃあ、共に大鷹狩りに励むとしよう。四国前、精鋭を引き連れて大鷹は境砦を立った、うん、企みがあるようだ。行き先は不明だ。跡形を残さない。だが砦から消えたのだな。精鋭を連れたのならば守りが手薄の今のうちに奪い返せる。万兵が少なくてもたやすくは抜けない。あそこには捕虜がいるからね。ひどい拷問を受けて大鷹に下るまで嫌おうなしに毒を飲まされてる。あいつらを救えば砦を奪えるはずだ。それでようやく戦に臨むだけの兵が揃う。隠れ家の守りを固めておこう。砦を抜けば穏便には済まんぞ。受けて立つだけさ。負けられまい。負けてなるものか。
地図がいるんだ。クロードの首を武蔵し出せば褒美をもらえるとさ。龍蔵、息のクロードだとさ。本物のクロード様だったら百人力だ。助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と斬ったって聞いたよ。何さ、その噂誠ではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。小村を吐いて火事場に火を入れたそうだ。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所、その北東にあのお方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。私が先にあの人に会ったんだよ。負荷の仲間、まずは猛虎を始末せねば。
動く口はずだ。できるね。夢ではありませんよね。死なずに済むとは。不可の仲間か。猛虎に捕まるまではそうだった。お前はもしや侍か。案ずるな。仲間を救い砦を奪うよう不可から頼まれた。大鷹は去ったが、クンビシュという男を残した。あいつは捕虜を拷問してる。打ちのめして大鷹の毒を飲ませるつもりだ。ここで始末するほかないな。お主は不可のところへ手を貸す。戦いたい。武具を探しておけ。一日も早く海に出たい。お前は死ぬのが主上のためだ。父すら守れぬ男が父の砦を守れるわけがない。聞いてはならん。砦から猛虎を打ち払う。檻をこじ開けろ。それを救え。やるぞ。Yeah!
抱え。助力を。助けてくれ。敵を追い払え。おのおの自由を勝ち取れ。息を守れ。俺が父を死なせた。よせ。違う。開けた。おし進め。そうだな。お願いします。助けてください。助けてください。お助けを。このままじゃ崩れる。
は腹を空かせた賊を木に吊るして罰したの。それとどこにサインがあるという。やはり戻ったか、侍。霊薬を受け取ったのだろう。あれは勇士への鼻向け、樹脂となりうる者にのみ送られる。俺を樹脂にする、それが望みか。お前は生まれ変わりつつある。鼻向けを受け入れ樹脂となり、蒼天を舞う術を身につけるがよい。さなくば俺がこの手で潰してやる。鼻向けだと？呪いなど受け入れん。お前も砦に吊るしてやろう。鼻向けの無駄だ。大高様に下れ。自身になぞなるか。ありがたくは思わんのか。死をもって償うがいい。向けを無駄にしよって。黙れ、息の無駄だ。ふぬけめ、皆殺しだ。首を取れ。ハノイ、鼻向けを無駄にしよって。幻影は恐ろしさを増し、いずれは死へと至らしめる。なぜ鼻向けを受け入れんのだ。クンビシュは多くの友を殺した。あいつが報いを受けてよかったよ。たとえあんたが侍だとしてもな。助力があったからだ。大高は全て見通していた。あれ、ことづてを受け取ってしまったか。だがクンビシュは死んで、砦は取り返した。ありがとよ、おかげで戦える。無傷の者は負荷のところへ、残りはここにとどまれ。修繕すれば猛虎兵とて近寄れまい。そうしよう。だがその前にこいつを受け取ってくれ。侍の方がうまく使えそうだ。ああ、礼を言う。気をつけろ、負荷の隠れ家で会おう。
助かった。猛虎は人じゃねえ。あの森見たく島を丸ごと呪うつもりなんだ。何を見た？奴ら鹿を殺したんだ。鳴き声が聞こえたし、腹綿のような腐った匂いもした。そやつらを見つけ、二度と鹿を殺さぬよう懲らしめねばな。不意に船が現れて、俺たちに火の矢を幾度も放ったんだ。故郷も何もかも失ってしまった。むごいな。故郷はどこだ？西の海辺の中ほど。気をつけろ、奴らは人と見れば襲うぞ。ここにおれ、様子を探ってこよう。ずっと騙されてばかりだ。何を言ってんのさ。主がいるわけでもないくせに。でも音ならいるよ。魂が弱っておるぞ。己はいずれ狂い死ぬ定めだ。いつまで続く？騙されてるのか？これで俺らも助かる。志村のジジイを肩に乗せたまま猛虎の奴らを何千と斬ったって聞いたよ。何さ、その噂まことではないぞ。何言ってんだ、クロード様の噂を知らないのか。ホムラを吐いて火事場に火を入れたそうだ。さすがクロード様。クロード様に礼をしたいなら供え物がありがたいんだとさ。かつて木田触れがあった場所、その北東にあの大方の野営があるんだ。食い物だったらうまい酒か泡がいいって話だよ。覚えておこう。願いを聞いてくださるかな。聞くだけじゃダメ、答えてもらわなきゃ。こうなったら猛虎から飯を盗んでやろうかね。誰がクロードを偽っておる。
クロードの野営だな。まだぬくい。飲み干しておる。奴はここで何かを見ておった。待つとするか、戻ってくるはずだ。村の後に誰かおる。賊だ。あれが息のクロード。酒を盗むつもりか。ただの盗人ではないか。手際が。なんと。さあ、どこへ逃げる？追いかけるか。正体を暴いてやる。戦いの後でもなお、なんと美しいことか。母上はよく稽古や学問に励む俺を菓子で釣ってそばに起こした。稽古をしたと父上には嘘をついていたが、生きる喜びを教えたかったのだろうな。息のクロードよ、後を残したかな。あった。愚かな。
な。クロード様に懲らしめてもらうぞ。やめよ。クロードに用がある。島の半分が探してる。だがこいつは渡さんぜ。こいつには大きな借りがあるんだ。こちらにもな。一日だけだぞ。それ以上待つつもりはないからな。してお前が噂のクロードなのだな。あ、いえいえ、俺はただクロード様に仕えてるものです。息を守るため日夜励んでたんですが、ある日キツネビトに襲われ、クロード様が捕虜に。どこに運ばれた？野営です。ここから西の。一日でお助けしないと。いや、お前は残れ。俺が代わりに行く。クロードに聞きたいこともあるからな。臆病なわらべのように鏡を追って、あの時は小便を漏らしていたが、父を見殺しにした時だ。黙れ。待たせたな。お前は、酒井様。ここから出して。クロードだと偽っておったのか。敬意の証です。何を。なぜお前だと気づけなかった。ごめんなさい酒井様。猛虎だらけで対馬は怖かったんです。そしたら壱岐の船乗りが本土に渡るって聞きましてね、つい来ちゃいました。別れも告げずにか。忙しそうでしたから。ではなぜ本土に行かず壱岐に留まっておる。船に忍び込んだことが暴かれまして、壱岐で行き詰まってたら島の悪い連中に襲われたんですよ。あいつら強盗だ。何かしでかしたな。金を少し借りて古い酒を売ってみただけ。今や島の半分から憎まれ、もう半分から金を借りておるということだな。違うか。お見事。クロードだと偽ったわけは。憎まれてるからです。でも偽れば皆の励みになりますし、ならず者を騙せばついでに。悠々と本土へ渡れるな。ほら、損がない。好きにしろ。自ら撒いた種だ。クロード様なら助けるところでしょ。動くでない。腕が動きません。動かせ。野営まで送ってやるが、あとは知らん。you
では息のクロード、力を尽くせ。待って待って、置き去りなんてひどい。島中から狙われてるんですよ。手下を頼ればよい。フグのこと、生きてます？お前のせいで殺されかけておったがな。ただの漁師なんです。どうにかしなくちゃ。フグを見つけてくれたら一生酒井様に頼りません。近くにおるはずだ。実は落ち合う場所を決めてあるんです、万一のために。案内しろ。対馬にいらっしゃると思ってたのに、どうして息なんかに。幾とせも前に父上と来たことがある。それきりであったが、息についての噂を聞き捨てることはできなかった。その噂知りたかった。息に猛虎はいないって聞いてたばっかりに。フグのことだが、いかにそそのかしてあやつを引き込んだのだ。息に渡る船が猛虎に沈められて溺れ死になったところを助けられたんです。それ以来懐かれちまいまして。誰からも好かれるのだな。天性ってやつです。フグ、足だ。ご無事だったんですね、クロード様の改姓だ。クロード様と呼ぶのはよしなさい。これからはケンジ。クロード様はこちら。ああ、ガッテンです。あ、ドクジャって男からことづてが。今言うな。博多の津のドクジャと悶着が。ドクジャが例の船乗り、本土へ船を出すっていうから、こっそり乗り込んだら気づかれちゃいました。生きたまま島を出るには金を払わなくちゃならないんですよ。独者に話をつけねばな。助けてくれます？尻拭いをするつもりはない。だが侍から逃げ回っているという独者には会っておきたい。こっちだ風。ん、よし。あの馬はどうした？ミオは釈戦の方として預けてあります。無事だといいけど。独者は叔父上から追われておる身、船で腕を切られなかっただけありがたく思え。切られかけましたよ、別のところを。でも本土への船に乗せてもらえるんです。ミオを釈戦の方にして、あとは船代を払うだけ。いいねの10倍をね。言っときますが、ドクジャはアシラのような男を嫌うんです。というと？だから、業の者。おかしいです。いや、とにかくドクジャを怒らせるのは禁物。面倒はたくさんなので。フグは待ってろ。はい。あ、ケンジ様。息のクロードだ。独者に会いに来たぞ。ケンジ、勇むな。多弁も控えろ。あしが多弁。金はどうした？お主が博多の津の独者か。ケンジ、こいつは誰だ？友です、酒井仁様。酒井、父子と手合わせしたことが指が動かなくなっちまってる。死んで当然の男だった。父上の敵が俺の敵とは限らぬ。そうだな。恨みつらみは商いの邪魔でしかない。それで侍が俺に何の用だ？ケンジから事の次第を聞いた。こやつは悔いておる。そうです、足は底抜けにアホなんです。お主に金を借りたそうだな。千金をな。駆け引きは無駄だ。聞く耳は持たんぞ。千金を望むなら
人とせほど待つことになるぞ。俺は構わない。まことか？今払ってもよい。欲しくないか。猛虎から逃げるために、ただし額を減らせ。これで手を打て。お主とて賢治が死なずに全て払えるとは思うまい。ひどい。小賢しいとも思ったな、賢治。ここは一つ手を取り合おうじゃないか、酒井様。実は太田家族に海図を盗まれちまってな。唐国との抜け荷の海路が記されてるもんだ。それに本土への道もだろう。ああそうだ。猛虎に読み解かれでもしたら、鎌倉の水軍の弱みを握られることになる。それは不安がいっぱい。では我らで取り戻す。だが本土へは賢治も乗せて行け。ああお安い御用だ。賢治に気をつけな。油断すると厄介事を運んでくるぞ。肝を冷やしましたよ。毒蛇の信用は得た。荷を取り返すぞ。僕に縛られた時どっか痛めたみたい。盗みはフグに任せて、足は休んだ方がいいかも。ただの漁師なのだろう。恩人のな。ええ、まあクロードとして働くならば人を頼るでない。人を助けようと思え。死ぬ己が父のように、酒井の名はこの世から消え失せる。無益な一生であったの。黙れ。独者とのことですが、あの時の物言い巧みでしたね。武家同士のいさかいを幾度となく叔父上と収めてきたからな。嫌になりそう。時にはな。だが慎んで言葉を選べば刃に勝る鋭さになる。万兵の数が多いな。足がここに残ります。
何かあれば合図を出します。鳥か、そうだ、答えよ。あれの真似、牛が進むべき道とは何だ。一人前の男として坂井家を守り、それは父の言葉であろう。己の答えを申せ。情け、弱き者のため力を振るうことです。それが誇りというもの。叔父上、ne gün ben独者の改造を見つけた。これでよし。ありました。ああ、行くぞ。
間に合ったか。よくやった。すべてあるな。しばらく海路を調べさせてくれ。それから出立だ。あしらの前に着いた人は？乗せてやったが船はもういっぱいだ。余計な荷を捨てたとしてもせいぜいあと一人分ってとこだな。ケンジ、備えは？もう立ちます。時期だ。あとはお前だけ。仕事ができて楽しかったぜ。あんたとな。俺もだ。本当に乗らない？酒樽に隠れちゃえばいいんですよ。酒井様はお尻が小さいですし、油でも塗れば。遠慮する。まだやることがあるのだ。ではこれでお別れですね。うまい酒を取っておいてくれ。またいつか共に飲もう。喜んで。フグ、何か忘れ物ですか？あっしの両親をね。恩返しがまだだった。船に乗れ。でもケンジ様、早く行け。代わりにあっしが乗るぞ。よく心を決めたな。あっしは何とでもなりますから。でもフグはそうじゃない。これでいいんです。もしやあっしとお別れできると思っちまいました？逃げられなかったな。一杯飲みますか。息のクロードに。その名は忘れちゃいましょう。